2021年12月13日月曜日午後5時の生放送です。ポンってね、はい、こちらの生放送は今日が何回になるんだ、610何回かになります。今週もですね、滞りなく証拠りなくやっているわけでございます。もう早速ね、見に来てくださってる方いるからね、本題に入っていきますけど、第1部第2部制のね、第1部じゃじゃんということでね、まあ時事ネタといえば時事ネタなんですけども、あるね、司祭さんがね、どこの国だ、イタリアの某司教区のね、司祭さんがね、サンタクロースに関して非常に品色を買う発言をして教会が騒いだ。その記事をちょっとですね、見ていただきますとですね、これひっくり返しして左右あれして、こういう形バンバンっていうことでね、このサンタは実在しないってこのカトリックの司祭さんね言って、子供たちの夢を壊したね、物議を醸し、教会がお詫び、夢を壊そうとしたわけではなくっていうね、言い訳をしてらしたって、この話ですね。でこちらにですね、カメラを返していただいて、ポンポッコポンということでね、これイタリアのどこだ、なんかね、こう別にそんなわざわざ言う必要もないのにね、シチリアとノート教区のアントニオ・スタグリアーノ司祭AP伝によると、そのね、教会の行事の中でね、サンタクロースは存在しないと子供たちに言った。さらに、サンタクロースの赤い服はコカ・コーラが広告のために作り上げたものなんだね、別に言う。でこの発言に子供たちの親たちからね、非常に苦情が寄せられた。まあそうでしょうよ、その 2歳、あの3年生とか4年生ぐらいまでね、サンタクロースいるんじゃないかと思ってね、親が。これ日本と同じなんですね、イタリアもね、風物としてね、枕元にいる子供たちの夢をね何ぶち壊してくれてんだ、つらいからはね。パオリーノ氏が誤ったね、子供たちを失望させた発言を司祭に代わってお詫びしますほんでその司祭本人はね、子供の夢を壊そうとしたわけじゃないんですよ、クリスマスの本当の意味を伝えようとしたんですよというようなことでね。でそれがあってですね、関連性はないんですけど、サンタつながりでね、こんな記事を兼ねて見つけてましたんで、まあイベントとかでね、サンタクロースが出るじゃないですか。でアメリカにはですね、こんな学校があります。バンバン、このね、赤い服を着た人たちですよ。これが皆さん、サンタクロース候補生っていうことですね。これはですね、アメリカの手話を習ってるっていうんですね。手話を必要とする子どもたちもいるわけだから、いいことですよね、サンタさんが手話ができるっていうのね。でこういうふうにね、ミセスっていうことは女性のサンタもいるということでね、サンタたちが歌ってるよ、でこの笑い方の練習ね、ほっ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 ていうの。We have Santas kind of go pretty much everywhere, from commercials to the Rockettes in New York City to. こういろんなところにね、
サンタは出現するわけだから、サンタのこの立ち振る舞い方ね、絵が特にだけのホッホッホッホっていう笑い方ができるようにね。これからさ、アメリカの手話ですね、そういうこともできるようにっていうことをこう教えてくれる。そこね、受講料がいくらいくらで載ってました。結構ね、リーズナブルな値段でね。これコカ・コーラコカ・コーラをサンタが開けてるっていうね。1937カラー写真じゃないからね、色が分かんないね。というようなことで、創立84年を誇るっていうことは、さっきの白黒写真もここの卒業生っていうことだよね。そういうことなんだ。もうすごいね、真面目腐って教えてるっていうのがね、シュールでね、笑っちゃいますよね。だから、子供たちの夢をね、でそのサンタスクールの究極の目的っていうのはね、書いてました。この学校の目的っていうのはね、優しさを伝え広げることだって。優しさを伝え広げることがこのサンタアカデミーのね、目的です。素晴らしいことじゃないですか。そしてですね、クリスチャン新聞ですね、私の生放送第2部ババンということで、第2部はクリスチャン新聞タイムスリップ、タイムスリップですから、こうつるっつるっとしょっちゅうね、滑ってどこに行くかわかんないわけですけども、で、あの創刊、クリスチャン新聞の創刊が1967年でして、1年ずつ最近に近づいてくると、1週間に1年、先週は1970年の記事をやって、今週はもちろん1971年の記事ということになるわけです。で、今日はですね、サンタスクールの音がねしてるのをちょっとサンタ、まあ一家にぎやかでね、あんまり聞こえないだろうし、サンタ、こういうのを見ていただいて、今が、あ、ちょっと待って。ああ、出た出た。ちょっと待って。準備してあったんですが、出ました出ました。よかったですね。これがね、なかなかその大きさとかね、あれをするのがね、難しいんですよね。ちょっと今出しますね。今出しますねと言いつつ、なかなか出ないって、なんか川柳かなんかにね。今出ると言いつつ出ない、なんやから生放送今出ると言いつつ出ない生放送っていうことでね、12月19日号っていうことは、もうピンとくる方はピンと来てるでしょうけども、もう1年最後のね、紙面ですよ。ですからこの1年の重大ニュース、そうそう、1971年キリスト教会20大ニュースということを特集でやってるわけですね。で、一番が名古屋高裁で通事鎮裁、ね、違憲訴訟に違憲判決を出した。これ結構画期的なね。で、こういう流れの中で、その行政がその宗教行事に関わるわけではないということで、訴える方は訴えるわけですけども、目的効果論とかですね、そういうその考え方っていうのを出してきて、いや別にその、市がね、お金出して体育館の地鎮祭やったっていいじゃないかっていう方は、そういう法論理っていうのをね、アメリカでもレモンテストっていうのがあるとかね、そういうふうなことでですね、だから今回は通事鎮祭違憲訴訟で違憲判決、これがトップに来てるっていうことですね。これ100人ぐらいのキリスト教のね、まあ、福音法を中心にリーダー、それから記者が集まって20代集めた。トップがこれ。で、2番がね、命の電話指導。3番がスタンレー・ジョーンズ伝道全国に展開。だからね、年取ってる人はね、スタンレー・ジョーンズって懐かしい名前だなと思ってね、聞いておられるかもしれませんね。こちらにね、キャメラを返していただきましてですね。返してもらって、返してよ、カメラをこっちに。
で4番が神戸で総動員連動、総動員連動の話はね先週やりましたけどね。第ね6番が靖国法案廃案、これ去年も出たんじゃないのかな。うん、それから7番がね四国総動員連動で洗礼を受けた人が例年の4倍と発表された、これ画期的ですね。で8番がね極東放送反共運動の批判に反論。だからその極東放送ってのはキリスト教の伝道番組ですよ。でそれがアメリカ軍の影響下にアメリカ軍の意向に沿った番組を寄ってるんじゃないかということを訴える人がいて、それに対して反論が出た。これが第8番目のニュース時代ですよね。9番沖縄総動員連動教職セミナー、だから総動員絡みのものがトップ10の中に3つ入ってると。うん、その中に四国では実際に総動員連動をやって戦略でクリスチャンになる人が4倍になった。で10番目が映画伝道断絶っていうのね、各地でやった。11番がホーリネスの群れ、教団信仰効果について要望書提出とかですね。13番がねルーテラーは PBA20 周年を迎える、ね、この時点で PBA 太平洋放送協会ルテラーはね、これもあの、ね、この時点で1971年の時点でもう20周年ね、これが、それからね、お19番ね、滝本明って、これ牧師さんでもう亡くなっちゃいましたけど、佐藤総理と懇談佐藤総理って何を隠そう、佐藤栄作さんですよ。この人はなかなかねガッツのある人でね、天皇皇后に伝道したこともあるというね、もうそういう人物ですね。そういうこの71年ニュース、これね、この極東放送 FEBC ってやつだね、これは米軍の下でその軍の意向を受けたの、ね、だからその通事鎮祭はこの日本政府がねその政教分離してない、だから逆に今回はこの FEBC が政教分離してないということで、まあ訴えられたっていうか問題視されたということに図式的にはなるわけですよね。でこれねちょっともう中身にはねあんまり入りませんけども、沖縄極東放送は米心理作戦、部隊の下請け民間を装った謀略宣伝だつってね、共産党の赤旗とかですね、あるいはこの、国会で誰が取り上げたって書いてたかな、ね、まあそういうことでですね、だから民間放送なのにそういうことでどうなんだ、そうじゃないということを反論したという、そういうことが話題になった、これがベスト10の中にまあ入ってる、ベスト10ではないか、9番目に来てるって時代だよね、選挙が。さてね、こういうねお堅いネタはあれしましてね、やっぱりクリスチャンよりクリスチャン新聞らしい記事といいますかね、まあ証ですよ証。ねこちらがね今こう今出してるわけですけども、ちょっと待って、いい記事がありすぎてね、これなんてねすごいね、今見習ったらいいと思う。1971年に出たキリスト教関連書籍の総覧ですよ。だこれを見たら今年発行された本は全てわかる。で福音派系のものカトリックのものね、もうこんだけじゃじゃじゃんとね、ヨルダン社とかね、日本キリスト教団出版教文館とか YMCA 同盟出版とかね、聖公会とかね、その他だから全然そのキリスト教関係でないところでもキリスト教の出したとかね、全部わかるって便利だね、これいい企画だよね。これはもうメディアがやるべき企画ですね。
さてね、こういうふうにすっごいこう紙面構成がね、これはさっきのこう映画闘争か断絶か、うん、のポスターね、うん、私がですね紹介したいと思ってます。これはすごいね、公示書の中で西洋とかってね、さすがクリスチャン新聞っていう感じだよね。主任牧師の投獄下に思いがけない賜物。これは戦時中の弾圧で投獄されたということですね。だからまだその戦時中の思い出ね、記憶、痛みっていうのは生々しく残ってる時代。で、これね、後でちょっともう一回ね、山本七平さんがね、ユダヤ人と日本人か、を出した。イザヤ・ベンダさん著、日本人とユダヤ人はなぜ読まれたのか。それを榊原っていう牧師さんと山本七平がね、対談した。ね。伝統崩壊の土壌がブームを、これ大見出しですね。山本七平ね、私、リアル山本七平をね、見たことがあるんですよ。前生放送でね、言いましたけどね。でね、これがね、12月19日後、まあいろいろ、その、公のこと、個人のこと、個人の証でね、3000cc の大喀血、視線をさまよって、山口光夫さんのね、神戸市垂水区、昔の新聞はすごいよね。住所がババンと書いてるから、読者の人だ、この人の話に感銘を受けた、って言ったらね、もう直接、手紙が書ける、そういう体制ね、またそれをみんな良しとしてたっていう時代ですね。で、さすがにそれはないだろうっていうので、今度はまあ、新聞社に電話してね、この人に連絡を取りたいんだけど教えて、あら、はい、わかりました。ちょっと教えてくれる。でも、昨今は、それも教えられないっていうようなね。うん、個人情報保護っていう時代。でね、この 3000cc の34年に、昭和34年って意味かな、療養生活が始まって、40年に大喀血。で、今、昭和46年だから、すごい長い間ね。それから5ヶ月間は3日に一度喀血してね、少なくとも 200cc、 多い時には1000名機7分目ね、そういう大喀血で、医者も看護婦もこんな人初めてだ、こんなクランケ初めてだね、たびたび心臓が止まっちゃったって自分で分かるね、看護婦がこの血圧測っても測れないからね、木さんで昔はこれですよ、パピパピってやって水銀がピュッて上がるやつですよ、測れないんでね、上が40下が20ですっていうようなありさまですよ。で、体はどんどんベッドに沈んでいくね、気は遠くなって、もうダメだ、心の中でね、神様お願いです、助けてくださいと叫んだけど、何の答えもないんで、この世の中に神なんていないんだ。ね。で、後頭部は枕ずれで皮が裂けて白骨が出て、お尻も 両方の手でかぶさらないほど皮が裂けてね、という状態で生きているのでなく、99点も死んでるって。これ、その本人がそこから回復して帰ってるわけよ。ね、朦朧の観覧や苦難に疲れ切ってね、もう自分で死にたいと思って、氷嚢の紐を首に巻いてね、首を絞めようとするけどね、力がなくって死ぬことすらできなかった。で、まだ暗いうちに弟が幕門の元に来てね、目を開ける力もなくね、かすかに唇が開くのをね、水が欲しいのかと言ってね、脱脂麺を水に浸してね、水をくれた。ね、十字架にかかられてるイエス様にね、水ぶどう酒をね、ローマ兵が差し出して、イエス様を受けな、もうそれを彷彿とさせるようなね。でね、今まで自分勝手なことを知って罪を重ねね、今死を目前にして神頼みってのはね、虫が良すぎる。そうだ、これからはね、これまで生かしてもらったんだから、
逆にね生かしてくれたっていうことを感謝しなければと思ったんですね。精霊の働きだよね。こんなことを思うことがあるんだね。でね、神様これまで生かしてくださってありがとうございましたって感謝し始めたらね、すると今までの苦痛も死の恐怖もなくなり、気分が楽になりました。で、目の前を一本の光がずっと横へ走った。これこの人本人が書いたね、真実の証言ですよ。作り話じゃないですよ。大変な話ですよね。で、私は神様ありがとうございましたと心から感謝しました。神様は私の祈りをねお聞きくださってたのでした。で、私は神の存在を知り、神が真実の方であることを確信した。でね、この部屋がね、別称死人部屋って言われてる部屋で、そこにですね、毎週ね1回ニコニコとして来てくださるね牧師がいた。増永正弘って読むのかな、日本ミッションっていう働きが今もありますけども、まあ病院伝道っていうことに非常に力を入れておられたんですね。だから病床にいる人々を見舞って、その人たちの心の問題、魂の切実な問題に応えるためにイエス様のことをね伝えるね、そうかとかがね、植物とかいろんなことやってね、もう宗教全廃お断りっていうことでね、そういう道が閉ざされてしまう。本当に迷惑な話だね。日本ミッションの増永牧師がね、死人部屋と言われてるところにね、この病室に来てくださって、神の愛の慈しみ深い主の御言葉を聞いてね、私のような罪深い者のために御子イエス様をこの世に使わせてくださったということを知った。で、私はね、私この書いてる山口さんね、肉体的にも霊的にも救われたのですね。でイエス様のお誕生日クリスマスに、まあ、洗礼を受けたね、増永牧師夫妻が来てくれて、看護婦も息を殺してその部屋に出入りしている、その部屋でね、恵み深い主を覚えた、慈しみ深き清しこの夜賛美歌を歌ったね。私はこの時ほど生きていて、いや生かされている喜びと恵みに心から感謝せずにはいられなかった。というね、証ですね。この方のね顔写真が出てますので、それをですね見ていただいて次の話に行きたいと思いますけどね、事実は小説よりもきなりだからね。ちょっと待ってよ、またひっくり返しちゃった。こうやって、こうやってこれね、スペースが狭いからね、すごい違うところをね押し間違えちゃうんですよね。そしてですね、さっきの山本七平と榊原さんはまだ生きてるかな。この人は榊原っていうのは日本キリスト改革派教会、すごいね聖書学の学者さんでもあるわけですよ。だからその聖書に関するね本を書いておられて、でその人と山本七平をぶつけるっていうのもなかなかね、だからまあ両方ともよく受けたなって、この企画をね。イザヤ・ベンダさん、だからもうイザヤ・ベンダさんイコール山本七平ってね、もう公然の秘密なんですよね。で、公然の秘密なんだけど、いつまでたってもイザヤ・ベンダさんは私と別の人物ですっていうね、失礼でねやってるところが、またこう文化人としてね、これをこう楽しんで面白がってるわけですね。だからこの対談の中にもそれがちょっと現れてるところがあって、こういう台よりこういう台の方がねいいんじゃないかってね、そしたらね、いやこの台は山本さん、あなたが編集者としてっていうのは榊原先生言ってないわけね、あなたがつけたんですかこれ山本してね、
そしたら、いや、著者がつけたんです。著者イコール自分だろってみんなこう突っ込みを入れるとこなんですけど、俺がやっぱりこの文化のね、楽しみって思うんですよね。そういうことなんですよね。ああ、だから非常にクリスチャン新聞ってのは文化的なネタも出とりますっていうことでね。あとね、サンプルなんですけどね。ちょっと待ってよ、これね。投稿と言いますかね、コメントがなんか出てるかな。あんまり今日はコメントがないのかな。命の電話ってね、ダブルさんがね、極東放送論争、うまいことつけてくれましたね。映画断絶、もうあすごいディクテーション能力ですね。で、山本書店、伊沢谷弁太さんの話を今してまして、なぜこの本が売れたかっていう話まず行くわけですね。それでね、あのね、結構ね、どこ、外務省の本屋と通産省の売店が最初トップだった。だからこの本が出た途端、外務省の人たちと通産省の人たちがダダダダダダと買った。日本人とユダヤ人ね。だからすごいそういうところの人たちに関心を持たれてる話題であり、関心を持たれる本であると。これね、大ベストセラーになってね、山本書店、その聖書学のね、売れない本ばっかりね。で、聖書ギリシャ語辞典とかね、まあ細く長くは売れるけど、こんなバーンと、ころがね、日本人とユダヤ人がものすごい売れてね、蔵が立ったっていうね。アダム書房もね、今の聖書学の解説の本を出してね、で、日本人とユダヤ人みたいなのをバーン最後に大当たりして蔵を建てるかそういうくだらないことをね。でね、こう周辺の小売店にも広がって、丸の内官庁街で売れるっていうのは一番多かったね。まあ最初官庁街、それから大手町、その次にね、虎ノ門に飛び火した。書評の取り上げもね、日本経済新聞から出た。それから大阪に行った。面白い売れていき方ですね。で、特にこの繊維関係がユダヤ人相手が多いので、その参考資料としてね、商売相手のユダヤ人の考え方を知るっていうのでね、もう全員読めとかね、そういう風に買ってくれたみたいです。で、そのキリスト教会で日本人とユダヤ人取り上げたのは非常に遅かったね。だからその取り上げ方は外務省とか繊維産業が取り上げるのまた違う観点ですね。そこでまあ榊原さんとこの山本智平がね、どういう内容で話題になったか。で、行間を読むっていう話をね、伊沢弁太さんがしてて、あ、日本人は行間を読むっていうけど、なんたらかんたら、でもそういうことはユダヤ人にもあるんじゃないのか、ユダヤ教の伝統を踏まえてね、ということを榊原さんが指摘してっていうことでね、結構話が噛み合って、だから榊原さんとしてはその写本の問題とかね、どんな文房具で書いたか、どんなインクを使ったかとかね、使われてる道具とかね、あるいは写本を廃棄しないで、下段もじゃない、なんだったかな、そのなんかこう建物のへっこみみたいなところにね、焼くことはもちろんできないから、で、そういう写本が汚れてるとか汚れてないとかね、そういうのをやってますから、山本紙幣とね、話が合うわけだ、噛み合うわけだね。そういうことでですね、28分でお聞きになったら、あなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送、今週最初の生放送、これにて失礼させていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。ダブルさんの花火がポン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 ね、バイさんの花見をボン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 、ありがたいな。